こんにちは。今日はちぎりスコーンをご紹介したいと思います。バターを使ったスコーンなんですけれども、すごくサクサクしていてパイのような食感のスコーンになります。それでは作りたいと思います。それでは材料をご紹介したいと思います。薄力粉、強力粉、きび砂糖、ベーキングパウダー、塩、無塩バター、牛乳、ヨーグルト、卵になります。それでは作っていきたいと思います。まず粉類をボウルに振り入れます。ボウルは大きめのものを用意してください。この中でこれからバターを刻んだり作業していきますので、薄力粉、強力粉、今日はこの2つの粉を使うことによってパイのようなサクサクっとした食感が出ますので、強力粉がない場合は薄力粉だけでも構いません。それからベーキングパウダーですね。そして塩、粉類は以上になります。そしてこれをふるい入れます。そうしましたらここにバターを加えます。バターは冷蔵庫で十分に冷やしておいてください。そして、カードでも構わないんですけれども、できればこのようにスキッパーという道具があるとバターを刻みやすいです。それでは刻んでいきます。今日は小豆粒ぐらいの大きさまでバターを刻んでいきます。フードプロセッサーを持ってらっしゃる方でしたら、この工程をフードプロセッサーでやっていただいても構いません。今日はちょっと全部手の作業でやっていこうと思うんですけれども、この作業はフードプロセッサーのためビューンってあっという間にできてしまうので便利なんですよね。ただこの後今日手作業で生地をまとめていくので、本当にフードプロセッサー使う時間があまりに短いので、今日はちょっとボール一つでやってしまおうかなと思ってやっています。そしたら少し手で細かくしていきますね。ちょっと揉むような感じですね。で、粒の大きいところはちょっとちぎるようにして細かくしてください。この時はバターを溶かさないようにするっていうのがポイントですので、だれてきたなと思ったらボウルごと冷凍庫あるいは冷蔵庫に入れていただくとね、いいと思います。細かくなりましたのでこのぐらいですね、バター、はい、こんな感じです。そうしましたらカードで真ん中に穴を開けます。このボウルは少し冷蔵庫に入れておいてください。そして今度は液体の材料を混ぜるんですけれども、まず卵1個ですね。牛乳を加えます。それからヨーグルトですね。これを泡立て器でよく混ぜてください。そしてムラなく混ざったら、先ほど冷やしておいた粉の入ったボウルを取り出してきます。こういうちょっとした時間でも冷蔵庫に入れておくとバターが溶けるのが防ぐことができますので、そしてこの真ん中に液体を入れていきます。ここからの作業はフードプロセッサーでやってしまうと層ができにくくなりますので、フードプロセッサーを使っていた方もここからは手作業に
移ってください。周りの粉を真ん中の液体の部分にこうかぶせるようにして全体をまとめていきます。で、なんとなく混ざればいいですので、こういうところにね、ちょっと水分の多い生地がくっついてますので、早めにボウルに戻してやるようにしてください。本当にこう全体をざっとまとめる感じで構いませんので、こんな感じですね。結構あの耳たぶぐらいの柔らかい生地になってます。こんな感じです。そしたらこれを打ち粉をして台に、ね、出していきます。これがあの強力粉の打ち粉なんですけれども、ここに生地を取り出します。そしてこの上でざっと手でまとめますね。でちょっとベタッとするところは打ち粉を振ってやってください。そしたらこれをカードで切って重ねます。重ねます。で切って重ねて軽く押さえます。でこれをそうですね、5回ぐらい繰り返してください。でベタベタしてきたら打ち粉をあのどんどん振っていって構いませんので、そうするとボロボロしてた生地がこうやってまとまって、ここのところにあのこの重ねることによって層ができていくんですね。でこれがあのサクサクとした食感にあのつながっていきますので、このようにしてまとめてください。でこう決して硬くない状態ですね、柔らかい感じ。そしたらあのざっとまとめていただいて、これを8等分に切っていきます。ちょっとちぎっていただいてもいいんですけれども、カードでこんな感じでね、均等な大きさになるように、こんな感じであのまとめてください。ちょっとこれ小さいのでここからちぎってきますね、はい、そうしましたらオーブンシートを敷いた天板の上にこのスコーン生地を並べていきます。でこの時あの生地を軽く丸めてください。あのコロコロってやってしまうと層がなくなってしまいますので、こうして軽く手で丸めてやる感じですね。あとこうコロコロやっちゃうと手の熱が伝わってやっぱりバターがあの溶け出してしまいますので、こんな感じでこんな感じですね、コロコロっとやらないであの軽く丸める感じですね。この角の部分をこう入れ込んで、こう丸丸に丸を目指してこう形作ってください、はい、このなんとなくまとめてなんとなく丸くするっていうのが、今日のスコーンの、コツというか特徴なんですね、はい、そうしましたらこれを210度に予熱したオーブンで15分から20分焼きます。じゃあオーブンに入れてきます。焼き上がりました。すごい膨らんでますね、シュークリームみたいに。ちょっとそんな感じの膨らみ方です。見てください、こうちゃんとね層ができてますね。こうやってわーっとこう膨らんでますね。とバターのスコーンなんですけれども、サクサクして
とても食べ応えがあるので美味しいスコーンです。じゃあちょっと1個割ってみますね。こんな感じで外はサクサクザクザクっとした食感なんですけれども、内側はすごくしっとりしていて、ふわっとして美味しいんですね。もうバターがたっぷり入ってますので、このままでも美味しいですし、ジャムですとか、あとはクロテッドクリームとか、スコーンに合うものだったら何でも合いますので、まあ、そうですね、ハムを挟んだり何か具材を添えてみたりしても美味しいと思います。おやつにも軽食にも朝食にもぴったりですので、ぜひ作って召し上がってみてください。